フローチャート漢方薬治療2の解説を続けます。今回は32ページね、風邪っぽい、喉がチクチク、その場合には麻黄牡蠣最新湯127番です。症例は61歳男性、中肉中背。なんだか喉がいがらっぽい、喉がチクチクする感じ、まだ熱はないが風邪の初期のような気がすると言って来院。そこで麻黄牡蠣最新湯127をお湯に溶かして飲むように指示、3日分を与える。結局丸2日飲んで喉のチクチク感は消えて発熱のもせず軽快ね、という症例です。麻黄牡蠣最新湯はそれぞれ全ての生薬が記載されています。麻黄牡蠣最新なんですね。麻黄があれば発汗解熱と大体推測できます、その生薬の存在から。最新があれば鎮痛です。牡蠣があれば強く温めるといってほぼ間違いありません。生薬のポイント、麻黄牡蠣最新湯127は喉チクの風邪に有効と言われる。麻黄剤の中では最も優しいとも言われるが、実は麻黄の含有量は1日あたり 4g で、葛根湯1番や小生竜湯19番の1日あたり 3g 比べると多い。漢方が生薬の足し算であることを実感する例である。麻黄牡蠣最新湯127番は麻黄湯27番の裏処方とも呼ばれ、一番優しい麻黄剤ということを暗示している。27番と127番で番号の振り方も面白い、ね、つまり一番華奢な麻黄剤の中で一番華奢用と言われる麻黄牡蠣最新湯が実は麻黄の量が 4g なんですね。それで OK な理由は牡蠣という強く温める生薬が入っているから 4g の麻黄があっても華奢な人が飲めるという理屈になっています。レベルアップ、麻黄剤で甘草を含まないものは実は麻黄牡蠣最新湯だけである。麻黄牡蠣最新湯の名称は抗生生薬すべてを羅列している。抗生生薬すべてを記載している漢方には量計術漢湯39番、麻経漢石湯55番、芍薬甘草湯68番、漢漠体操湯72番、麻経翼漢湯78番、大陽甘草湯81番、量計術漢湯118番、量漢興味心下人湯119番から。一応説明しますね。量計術漢湯は伏量経皮草術漢草、麻経漢石湯は麻黄経仁漢草石膏、芍薬漢草湯は芍薬と漢草、漢漠体操湯は漢草小漠体操、麻経翼漢湯は麻黄経仁翼位人漢草、大陽漢草湯は大陽と漢草、両経術漢湯は伏量漢経略術漢草、両漢興味心下人湯は伏量漢草漢経五味子最新半下経仁となります。さあ32ページ、風邪っぽい、喉がチクチクという時には麻黄牡蠣最新湯というお話でした。以上です。